宮、長塚古墳は、兵庫県姫路市四号町宮にある古墳。形状は、前方公園墳。兵庫県指定史跡に指定されている。兵庫県南部、市川東岸の八賀川流域の平野部高台に、築造された古墳である。墳丘は現在までに大きく作兵を受けているほか、1994年度に、発掘調査が実施されている。 噴景は前方五円形で前方部を南西方向に向ける。噴球表面では、円筒波には、軽承波にはが認められるほか、噴球周囲には幅5から7メートルの集合が巡らされる。主体部の埋葬施設は、公園部、前方部における各一基の右肩袖式の横穴式石室で、いずれも南東方向に開口する。両石室とも大きく破壊されているが、 発掘調査では装飾不正規をはじめとする多数の服装品が検出されている。この宮、長塚古墳は古墳時代後期の6世紀前半頃の築造と推定され、前方部石室では7世紀初頭頃までの追葬が認められる。姫路平野では最終段階の前方後円墳であるとともに古墳時代中期の大型古墳として知られる北方の壇上山古墳。 山の腰古墳に続く最後の市長墓と想定される古墳である。古墳域は1995年に兵庫県指定史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り。墳球は大きく作兵を受けており、現在の残存墳球は南北約22メートル、東西5から8メートル、高さ約1.2メートルを測る。墳球周囲の集合は、 公園部東側で途切れているため、この付近に土橋が存在したとみられる。また、集合生誕では、末期期台、草食不正期壺各一個が検出されており、古墳築造後の採取が認められる。主体部の埋葬施設としては、公園部、前方部において、各一期の右肩袖式横穴式石室が構築されており、いずれも南東方向に開口する。 公園部石室は大きく破壊されており、調査では石室の規定部のみが認められている。原室は長さ4.8メートル以上、幅2.7メートル、沿道は残存長0.6メートル、幅1.3メートルを測る。原室内のつぶて床には種が認められる。石室内からの出土品としては、送信具、石製品、鉄製品、水木、恥きがある。 前述のように、石室前の集合部分には土橋が形成されている。前方部石室も大きく破壊されており、調査では石材の抜き取り根のみが認められている。石室内からの出土品としては、ソーシング、鉄符、鉄属、バグなどがある。ミヤハイジアと、ありがとうございます。